やっほー。今日は、1個前のビデオで見しているアメリカで買った購入品の、コスメをね、全部レビューしていきたいなって思っています。で、今回のビデオは、まあ、いつもね、チュートリアルのビデオをやってから最後にレビューをする形だったんだけど、今回レビューしたいものの商品が多すぎて、それだとビデオがすごい長くなっちゃうので、レビューをしながらチュートリアルを少しずつクリップでね、見していきたいなって思っています。まず一番最初にファンデーション、この2つ買っているんだけど、これは今回使ってません。アミの今の肌のコンディションもあんまり良くないのと、この両方マットなので、かさつきパサつき結構出るものだったので、今回はごめん、使ってなくて、まあこれは肌のコンディションがいい時に使っていきたいなと思っています。この LA ガールの方は1回使っていて、まあまあやっぱパサつきは出ちゃう。でも時間が経つとそこまでのパサつきは出なくて、どっちがいいかって言ったら、全然こっちの LA ガールの方が良くて、で、このカバーガールの方がもう本当に最悪だったの。これすごいのが、すごいっていうか、ひどいのが、まあこのね、ファンデーションだけかわかんないんだけど、このファンデーションと一緒に粒が入っています。で、その粒も、見えるかなーって感じなんだけど、中に白い粒が入っていて、最悪だった。肌にのせると肌にももちろんその粒がつくのね。で、こうやって拭こうとすると白い線がパッ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 パーって出ていて、で、あと多分この粒がちゃんとファンデーションに混ざってないために、こういう固体の粒になって、で、こすったり圧力を加えると、それがあの何崩れて、こういう白い、なんて言うんだろうね、わかんないけども、とりあえずもうこのファンデーションは最悪でした。で、まあ他にもね、レビューちょっといろいろ見てみたいなって思うんだけど、粒が入ってること自体でまずありえないのと、あとはかさつきパサつきが半端なかった。この白い粒が謎です。もしかしたらなんかこうやり方があるのかもしれないんだけど、これ買ったことある人いる？もしそういうことがあったら下にコメントお願いします。何なんだろうね、ほんと。そして次に、このロレアルパリのインファリブルのシリーズのプログローコンシーラー、これはほんと好きです。まあ、若干アミも目の下とかも顔全体的に乾燥しているので、ちょっとねパサつきは出ちゃうんだけど、ツヤ感っていうか、こうすごいねみずみずしいコンシーラーなのね。これ馴染みがすごい早いです。スーッと馴染んでくれて、スポンジでトン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 ってするだけ、こう変にこう押し込んだり入れ込んだり、こうぼかしたりすることもなく、さーっと馴染んでくれるので、すごいこれはね使いやすい。そして次に、このシャーロットティリベリー、なんか言い方がちょっと違うと思うんだけど、の、このエアブラシフローレスフィニッシュパウダー、すごいやっぱお肌を綺麗に見せてくれます。毛穴とかもちゃんと綺麗に防いでくれたりとか、すごいスムースな綺麗な、ほんとエアブラシっていうぐらいの肌をね作ってくれるようなパウダーになっています。そうで、1個ねちょっと失敗したなって思うのが色味。このミディアムを選んだんだけど、ちょうど同じ肌の色味なのね。なので、目の下をちょっと明るくしたいな、ハイライトとして使いたいなと思って買ったんだけど、そこだけちょっと失敗しました。もう一個ね、色のトーン明るくてもよかったなって思うので、次はね、明るい色のトーン買ってみたいなって思っています。でも、お鼻周りのテカリだったりとか、T ゾーンのテカリとかにすごいいいと思うから、すごいコンパクトだし、持ち歩きもいいし、これ、買ってよかったと思います。これもすごいおすすめできる。そして次に、このモアフィのブロンザー。これ2色入っています。内側は若干ラメが入っているような色味になっていて、こっちはちょっと濃いめのブロンザーになっています。で、アミはこれ両方混ぜて使うのがすごい好きで、そうするとね、色味がちょうど良くなるのと、ブロンドはっていうぐらいなので、本当にね、コントワリング綺麗にしてくれる感じはありました。2色混ぜて乗せるだけで、頬骨のね部分こけて見せてくれたりとか、すごいね使いやすかったです。ほんとこれおすすめ。この混ぜて使うのがまたいいなって思います。そして次に、このディオールのバックステージコントアパレット、これもねすごい良かったです。発色がすごいいいので、少しだけつけて少しだけ入れています。
こっちのマーフィーのブロンザーでコントアリング結構できてたので、そこまでこれはちょっと今回いらないかなと思ったんだけど、今回レビューで話したかったので一応ねこうやってつけています。で、この寒色系の色味が本当にツボで、本当綺麗にね、頬骨を強調してくれるっていうか、コントアリングとしての役目を果たしてくれるのと、でもね、こっち側の色味とかは結構濃いのでちょっと使えないかなと思っています。なので、まあアイシャドウ全体的にこれアイシャドウとしても使えると思うから、アイシャドウとしても使っていきたいなって思うのと、あと上のねハイライトはそこまでラメが入っていないので、目の下ね明るくさせたりとかするのにもいいかなと思っています。で、このディオールのバックステージのこのシリーズ、アイシャドウもハイライトも売っているので、今ちょっと目をつけているんだけど、もちろんね日本で買えるから、またね買ったらこれも含めて全体的にレビューしていきたいなと思っているので、まあとりあえずコントアリングすごい好きっていう人にはこのディオールのこのパレットおすすめです。今日はこのスリークのアイシャドウを使っています。これはルックファンタスティックのクリスマスボックスについてきたやつなんだけど、これほんと大好き で、色味もちょっとクールトーンが入ってるような色味になってて、今目元につけています。まあ、まず一番最初にこのクリーム系の色味を全体的にアイホールにのせてから、クールトーンの色味を、クリスにのっけています。で、このクールトーンの色が本当に綺麗なね、影を作ってくれるっていうか、こういうね、グレージュっぽい色味すごい好きなので、ゲットできてよかったなって思っています。次に、このパープルの色を際とクリスの部分に入れています。で、この色味もパープルパープルしているわけじゃなくて、ちょっとグレーが入ってるようなパープル。なので、もっと くぼみをね、綺麗に影、陰影を作ってくれるようなシャドウになっていて、で、次に、茶色いね、色。を際に入れてちょっとラインっぽくしてから、この2色のラメをアイホールに入れています。若干ねスモーキーっぽいようなアイシャドウに今日はしてみたかったので、パープル、グレー、クールトーンのスモーキーな色味にしたかったので、このラメも入れてみました。でもこれ1色だけだとちょっと濃すぎるかなと思ったので、明るめのラメも入れてちょっと中和させて、目の上入れています。発色が良すぎるアイシャドウってあんまり好きじゃなくて、ちょうどいい具合の発色をしてくれてることによって、と何レイヤーも何レイヤーも重ねていって綺麗なグラデーションを演出できるようなアイシャドウになってるから、これすごいおすすめです。このアイシャドウにプラス6プラスのブラシも、いただいたので紹介しています。すっごく使いやすくて、今回のアイメイクでも使っているんだけど、まずすごい好きなのがこの E の41番。このアイシャドウもすごい良くて、今もうちょっとめちゃくちゃ使っちゃってるので汚れちゃってるんだけどとこれがねすごいちゃんとクリースに入ってくれたり、フラットブラシでも使えるので目の上のホールの部分ちょっと横にして使ったりとか、このブラシも好き、 E の44番。これもねすごいちっちゃくて、で目の下の部分だったり、あとは眉毛の下の部分だったり、あとはこの際の部分の時にも使ってたりして、なんかでもすごい今回の新しいこの6プラスのアイシャドウブラシすごい最高です。全体的にアイシャドウで使えるようなブラシがたくさん入っているのと、あとこの大きめのブラシも最高で、これはねチークの時にも使っているんだけど、ブラシの F の28番、これ最高。まあこれは普通にこのまま使ってもありだけど、立てて使うとコントアでもいけるだろうし、ブロンザーでも使えるのもありだと思うし、いろんなシチュエーションで使えるなって思って、こういうブラシすごい欲しかったからすごい嬉しくて、あと大きめのブラシもすごい柔らかいので使いやすいし、このぐらいのブラシもあります。目の下のパウダー置いたりするのもありだろうし、コントアリングもありだろうし、もうとにかくね今回6プラスのブラシたちすごい良くて、これからたくさん使っていくつもりです。なので下にリンク貼っておくので、みんなもチェックしてみてください。そして次にこの眉毛ペンシル、エレガールの、去年ね結構このアイブロウペンシル紹介してると思います。もうこれ本当に描きやすくて、アナスタシアビバリーヒルズに負けないぐらいペンシルの部分すごい細いし、細かい作業が本当できるのと、あとペンシルの硬さもちょうど良くて、柔らかすぎず硬すぎず、なのでね色もね発色も綺麗に出るし、ちょっと失敗したなって思ったらブラシでトントンってぼかすだけでもうすぐ直せちゃうし、これ500円とかの5ドルとかなので
本当にこれはおすすめです。そして次にフィジシャンズフォーミュラの、バターブラシとバターハイライター、この2つも最高でした。こちらねチークの方はもうバターブロンザーと同じ匂いでも最高で、ね、チークもね発色が良すぎるチークってあんまり好きじゃなくて、何レイヤーも何レイヤーも重ねていきたい派なので、でましてプラスあんまり色をそこまでつけたくないのね、ほんわりつけたいので、ちゃんとねそれを演出してくれるチークになっています。でほんわり綺麗に乗っかるのですごいねナチュラルなチークになっています。他の色もねまた買いたいなって思えるようなチークでした。あとこっちのハイライターはすごい柔らかくてちょっとクリームっぽいような触り心地で、発色はもうすごいいいです。色味も若干色濃いかなと思ったんだけど、でも肌にのせるとね全然綺麗に馴染んでくれて、すごいこのハイライターも買ってよかったなって思う。あと、発色が良すぎちゃうのとちょっとだけ粒子が粗いので、ただ筆でつけるだけだとちょっとパサつき感が出ちゃう。なので、アミはスポンジで最後にトントントンって上から押さえることによってもっと綺麗に馴染んで綺麗な輝きも出てくれてパサつき感も抑えられるので、これをね使うときは上からスポンジで押さえることをおすすめします。そして最後にリップ系紹介していきたいと思います。このモアフィーのリップライナーがもうほんと素晴らしすぎて感動しました。これほんと1本3ドルとかなので、ほんとは約300円とかじゃない、でもほんとに塗り心地、あとはペンシルの硬さの良さ、ちょうど良さ、あとは発色の良さ、色の可愛さ、すべて完璧です。今回はねヌードたくさん買ってるんだけど、他にも赤とかパープル系とかいろんな色が入あるので、他の色も試したいなって思っています。で今回はスピッフィーって色を全体的にね置いています。ちょっとね寒色系の色味っぽくて、マックのストリップダウンにちょっと似てるかなって思うような色味で、ほんとねこれは最高でした。でペンシルの部分がカラーポップとかみたいにプラスチックみたいな感じでできているわけじゃないから、ほんとにちゃんとしたペン、汚いちょっと汚いけど、ほんとにちゃんとしたなんていうの、木鉛筆みたいな感じなので、ストーンって落ちてきたりとかしないのもいいなって思うし、すごい描きやすい。マックとかね向こうだと18ドルぐらい1本するんだけど、これ3ドルでしょ。でまして結構マックと同じようなフォミュラーだったりテクスチャーだったり描きやすさだったり、すごいマックのものと似てるなってちょっと思いますけど、でも全然いいし描きやすいし、もう本当に本当に最高。そしてあとレブロンのこのリップスティック、これがね、すごい綺麗な品のいいようなリップスティックでした。で、これはね、リップライナーによって色味が結構変わるっていうか、いろんなリップライナーに合わせられるような色味なので、すごい万能で使えるなと思っています。結婚式とかパーティーとか、そういうちょっと、上品にしていかなきゃいけないなっていうところとかに使えるようなリップスティックでもあると思うし、こんな感じで今みたいにヌード、のリップで合わせるのもありだと思うし、これはね、ほんと買ってよかったなと思います。そして次にリップグロスとかね、他にモアフィーとタルトとがあるんだけど、でも今回は今のレブロンのリップスティックと合わせたかったので、このエルフのリッププランピンググロス、この色を使いました。このね、またツヤ、このツヤ感わかるかな？すごい可愛いグロッシーな感じのリップグロスに してくれるグロスで、これすごい好きです。若干プランピングっていうぐらいだからちょっとピリピリはさせちゃうんだけど、でもこのツヤ感見て、ここのこれがねもう最高すぎて、でましてこれすごい安かったので、これも買ってよかった、もう買ってよかったものばっか。そうなので、こんな感じでみんなも気になるアイテムあったら下にリンクあれば貼っておきます。できるだけ貼っておくので、名前、商品の名前とリンクは概要欄に貼っておきます。気になる人いたらチェックしてみてください。
って感じで、このお化粧もすごいお気に入りです。なんかちょっとね、上品な感じでいいかなって思うので、このね、アイメイクだったり、あとはこのメイクアップの感じもよかったら真似してみてくださいって感じでね、今日も見てくれてありがとう。参考になったよって人はいいねとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。あとはインスタグラムのフォローも終わるインスタグラムのフォローもお忘れなく。じゃあ次のビデオもお楽しみに。じゃあねー。